アオバ、どうした？レン、クララちゃんにご挨拶。どうしたの？まだ眠っているのかしら。ごきげんよう、クララ。ごきげんよう、レン。クララちゃんとレンちゃんは仲良しね。それじゃあ挨拶も終わったし、今度こそこの辺で。ああ、待って、ちょっと待って、おばちゃん。え、もう一つだっけ。ちょっと待ってね、悪いわね、帰るところ。ねえ、お疲れ。避けて通れないのであれば仕方ない。青葉こそ大丈夫か？なんとか。さあ、帰るか。おお、これブレインナッツのジャケットじゃん。なあ、このデザインって今プレミアついてるやつじゃね？やべえ、俺これすげえ欲しいんすけど。なあ、お兄さん。駅前の店で売ってるよ。ちょっと待てって。お前なんだよその態度。俺は今ここでこれが欲しいって言ってんだよ、聞こえた？つかさ、俺らバグボムなんだけどさ、知ってるよねバグボムで。何飲めてんの？
出せ。ああ、おい今なんつった？出せっつったんだよ。ああ、おめえどこのチームよ？入ってねえし。はあ、まさかのノーマーク？マジか。ありえねえ。へえ、ノーマークってことはやっちゃっていいんだ。余裕っしょ。お兄さんさ、ちょっと一緒にあっち行こうよな。その辺にしとけよ。ああ、こいつに絡むと顎砕かれるぞ。はあ、何、お前誰？おい、やばいよ。何がだよ。こいつ、ドライジュースのヘッドの水木だ。は？ドライジュース？こいつの必殺技知ってるか？キツネのかかと落としっつーの。一発食らうと顎砕かれるぜ。ドライジュースなら最初からそう言えよ。行こうぜ。だっせえな、おい。逃げるくらいなら最初から喧嘩売るなっつーの。よ、久しぶりだな、青葉。みずき！キツネのかかと落としってなんだよ。お前の足技の話だよ。名前はさっき適当につけたけど、でも顎砕いたことあるのは間違ってないだろ。何年前の話だよ。俺は今でもよく覚えてるけどな。つかお前がこの時間にこの辺にいるって珍しいな。はあ、まあな。ようやく来る気になったか、ドライジュースに。まさか、そういうの嫌だっつってるだろ。チームも入ってみりゃ意外といいもんだぜ。とにかく面倒いの嫌なの俺は。知ってるよ。でも最近はうちも結構微妙なんだよな。微妙？そうか。お前んとこ相変わらず最強だろ。あれだよ、ライムのせいだ。ライム？うちのメンバーもちょろちょろ流れてんだよ。ライムなんて頭脳戦っていや聞こえいいけど、所詮はただの妄想ゲームだろ。まったく、どこがいいんだかわけわかんねえよ。妄想で縄張り守れるかっつうの。まあ確かにな。
それから神隠しだ。神隠し？聞いたことあるだろう。昔リブのチームが丸ごと全員行方不明になったって話。あるけど、でもあれって都市伝説みたいなもんだろ。しかも10年くらい前の噂だし。どういう理由かは分かんねえんだが、最近ぱったり見かけなくなったチームがいるんだよな。ヘマでもしてヤクザに締められたとかじゃねえの？それが消えたチームのメンバーが数日経ってからふらっと帰ってくるってのが起きてな。でもそいつ何も覚えてなかったらしい。自分のことも忘れてて、まるで脳が壊れちまってるような感じだったらしいぜ。でも神隠しって確か犯人はあのモルヒネだってオチじゃなかったか。モルヒネ自体が都市伝説みたいなもんだし。ま、そうなんだけどな。犯人がモルヒネじゃないとなると、もしかしたらライムやってる奴らの仕業じゃねえかとか考えたりもしたんだけどな。そりゃちょっと話がぶっ飛びすぎだろ。本気で言ってるわけじゃないぜ。ただ最近奴ら調子に乗ってきてるからな。だからって神隠しまでやって、しかも人の頭をおかしくするとか、どんなことできんのか。そこまでやれるんなら何かしらの騒ぎになってるだろ。いや、分かってるって。だから俺も本気で言ってるわけじゃない。ライムか。なんか気分悪いな。そろそろ行くわ。また今度店に顔出せよ。ああ、んじゃな。どうした？なんでもねえよ。行くか。うわっ！